テラン玉田圭司、実に今シーズン5ゴール目、4試合ぶりのゴール、直接フリーキックを沈めました。幕掛け引きで逆つきましたよね。本当はここは自由にさせたくないですよね。森田先制、東京ヴェルディ森田、見事なシュートでしたね。そうですね、スペースがあってもう思いっきり右足振り抜きましたね。森田幸喜、これがリーグ J リーグ初ゴール、貴重な先制点になりました。嬉しいですね。引きつけて森田、クルミに浮かせた小池、これぞ東京ヴェルディ0対2。ここで溜めて、クレビーの選手ですかね、見事ですよね、小池選手のボレーも。少しスペースが空いてしまう、こういうところですよね、そういうところを狙われている感じはありますね。さあ上城シュート、うわ素晴らしい、思い切りのいい一発、先制点を挙げました。3試合連続ゴール、新エースの上城さとき、またしても起用に応えました。ゴールの模様が確認できるぐらいあまり回転がかからず、最後わずかに落ちたような軌道になりました。シュールの中で少しで回転が加えられました。バイスが来た、見事追いついてみせました。またしてもセットプレー、ヨルディバイス右足一閃、フリーキックでの得点。後半の7分、ホーム徳島ヴォルティス、こちらも今シーズンからの新戦力のゴールで追いつきました。スピード高さ素晴らしいですね。高い位置からプレスをかけて柏ボールになった、シュートを狙った、素晴らしいボールがゴールネットに突き刺さる、決めたのはクリスティアーノ。素晴らしいゴールでしたね。矢のようなボールがゴールネットに突き刺さりました。